スタントン・フリードマン・スタントン・テリー・フリードマンは、アメリカの物理学者、UFO 研究家。1934年1月29日に、ニュージャージー州エリザベスで生まれる。2007年、フレデリクトン氏はフリードマンに敬意を表して、8月27日を、スタントン・フリードマンデーにすると宣伝した。フリードマンは、UFO 現象についての本を執筆しており、 ロズウェル UFO 事件の最初の民間研究家であった。1967年以来彼は、アメリカ、カナダ及び16の他の国々において、600以上の学校及び、大学、100以上の専門グループで、UFO について講演している。1980年代にフリードマンは、各物理学者としての学位があるために、空飛ぶ、円盤物理学者と自分を宣伝していた。 フリードマンは、シカゴ大学で、1955年に、理学士、1956年に、理学修士の学位を得ている。フリードマンは14年間核物理学者として、ゼネラルエレクトリック、ゼネラルモーターズ、ウェスチングハウス、TRW システム、エアロジェット・ジェネラル・ニュークレオニクス、およびマクドネル・ダグラスといった会社に雇用された。彼のプロジェクトは、 原子力飛行機、核分裂ロケットと核融合ロケット及び宇宙空間のための原子力プラントといった仕事が含まれた。彼はまた放射能問題の調査及び最初の太陽系外領域を探査する人の作った物体であるパイオニア10号とパイオニア11号宇宙機のための操作手順に関与した。1980年以来、 彼は関連コンサルタントの仕事を行いながら、食品商社とラドン検知産業のいくつかの会社を経営した。フリードマンは、アメリカ原子力学会、アメリカ物理学会、アメリカ航空宇宙学会、及び米国テレビラジオ芸能人連盟のメンバーである。彼は、アメリカ原子力学会の会合に論文を提出したり、セッションの議長をしたりもしている。 彼はさらに1980年代に6年間に渡ってカナダ放送協会で毎週科学コメンテーターをしていた。フリードマンの UFO への興味は1958年彼がゼネラルエレクトリック社で働いていた時に EN エドワード・ J ・ループルト・タイによる UFO 報告について読み EN プロジェクト・ブルーブックについてさらに調べたのが最初だという。 1960年代中頃についにエンジニアの仕事を辞め、全時間を UFO 関連トピックスについての研究と講演をする生活に充てられるようにした。彼は多分1947年のロズウェル UFO 事件について本物の地球外宇宙機の墜落とする最初の研究家及び宣伝者だった。 フリードマンの講演と考え方のかなりの部分はマジェスティック12文書と様々なアメリカ政府の機構を及び大統領図書室の公文書に対する彼の調査の結果に由来する。彼は80本以上の UFO 関連の科学論文を発表している。ただしこれらが査読付きの雑誌に発表されるとしたらその数は著しく減ることになるとも言われる。 フリードマンは一般に地球外生命体仮説の見解、とりわけ、ロズウェル UFO 事件の S、政府隠蔽理論を批判する者に対して、好戦的である。彼は、セティ計画などのより伝統的な地球外生命体関連の科学的努力に対して、格別の軽蔑を持ってみている。フリードマンは、UFOS の考え方のたゆみのない最も重要な推進者である。 1967年以来、彼はこのことについて、アメリカの前50の州、カナダの9の州、および他の16カ国で600以上の学校と100以上の専門グループで講演していて、何百ものラジオと TV の番組に出演している。彼は、イギリスで2回開かれた、議会公聴会に証言を提供しており、ロズウェル事件、マジェスティック12、ベティヒル、 マージョリー・フィッシュの製図および、カンザス州デルフォスの物理痕跡事例の分析を含む、UFO 研究の多くの分野でパイオニアである。彼は2002年9月に、イギリスの UFO マガジンによって、イングランドのリーズで、ライフタイムアチーブメントアワードを贈られた。ドキュメンタリースタントンキー・ティフリードマン・イズ・リアルは2002年に、カナダで放送された。フリードマンは記録されている。 UFO 報告のうちのわずかな一部は地球を訪問、研究する別の惑星からの異星人の種によって設計され、構築され、飛行された物理機械の観察であるという結論に達した。これらの機械が 現在の人類の工学を超えているにもかかわらず、現代の人類の知識の中で完全に説明できる、物理学と技術の基準で設計され操作されたと信じている点で、彼はこういった考えを主張する人たちの中で独特である。彼の工学知識の背景とヒルセーズやロズウェル事件についての研究を考慮し、 フリードマンは1947年6月にレチクルザ・ゼータ星から飛来した巨大な星間母船からの電気力学推進の偵察機が多分雷の鳴る嵐のせいでニューメキシコ州の砂漠に墜落したと結論しているフリードマンはアメリカ政府が乗り物と乗員の両方の遺物を所有しておりこれが一般に知られるのを防ぐために隠蔽を維持している という仮説を立てた。フリードマンは長年にわたって彼をその結論に導いた研究の年月の間に彼が集積してきた無数の詳細情報と話について出版、講演している。ありがとうございます。